おかえり。ありがとう。はい。最初見つけた時さ、何何何何ってなったよね、うん、なんか光ってんだけどみたいな、怖かったね。え、来た来た来た、写真撮ってる人いる？いない、普通にかぼちゃ興味ない軽トラじゃん。あれわあ、こたつに、こたつにみかんも最高。見て、何作ってんの？見て、うん？おからだ、大豆に。それ面白いから買ったんじゃない？これ。そう、それだけ。あなたこれ忘れないで、おからと大豆ね。おからと大豆に。大豆ね。すごい名前じゃない。どこの会社？何県の？しかも東京なの、意外に。東京、東京の人もそういう面白いことをするんだ。あ、でも結構こうやって見ると黒い。でも多分それすぐ色抜けていい感じになるやつ。ね。え、でもさ、赤くなくていい。うん。お豆腐屋さんの生おからと豆乳を使用しています。柔らかくて味の濃いお菓子が主流の今だからこそ、あえてカリッと素朴な甘さに仕上げました。結構硬いってことじゃないか。硬いから気をつけな。そしておからだ大豆ね。いただきます。おからだ大豆ね。うんうん、いい硬さ。ゴリゴリ系だね。うん、まあ、しかもごま入っちゃ美味しい。美味しい、これ美味しい。コーヒーいただきます。コーヒーに合いそう。美味しい。そしてこの頭皮マッサージ、これさ、なんだっけ、このこういう手から生えてくるこういう漫画あったよね。なんだっけな、これ。え、南部せんべい。そう、普通に、普通の人は普通にピーナッツのせんべいとかこれも入れるって。絶対嘘だろうと思った。味すんの？甘いやつ？いや、別に味しないけど、ごまがさ、汁に落ちるでしょうと思って。まあ、白ごまだと思えば。あ、全然砂糖入ってないんだ、これ。え、してさ、これ帯広で作ってんの、これ。え？え？見て、帯広で作ってる。え？短すぎ。東北のもんじゃないの、これ。おからだ、大丈夫ね。スパイシーカレー、会社の方にいただいたスパイシーカレーいただきまーす。え、これどうしよう。これ入れて煮込む？それとも、汁に入れる？はい、普通のやつだったら煮込んでる？うん、あ、じゃあ煮込んでほしいな。もう一か八か。でもごまが本当美味しい。なんだっけ、人参と玉ねぎといろいろスリスリして、でこのマスタードシードかな、これなんかいろんなシードが入ってるそうです。美味しい。え、初めてせんべい汁、普通に汁美味しそう。うん、でもなんか、うん、あ、でカメラ通したらなんかいいけど、さっき顔見てみたら真っ黒だった。おにぎりみたい。どういうこと？おにぎりの海苔。うん、わかる。頭だよ。なんだっけ、おにぎりのこじゃないよ、海苔のことさ、紫って言うもんね。いや、見た目がもうおにぎりってことだよ。どういうこと？おにぎりさんってことだよ。おにぎりさんってこと？うん。どういうこと？味薄。せんべい汁。いただきます。写真撮ろう。味薄。初めて。硬いの？まだ硬い。南部せんべいだ。南部せんべいだ。ほんとは。
もっと火でグツグツしてドロドロにした、うん、うん、プルンプルンのね、あ、はいはいはい、わかったわかった、っていうか緑のタヌキの最後の浮いてるやつって感じ、うん、ちょっと甘みが足りない、うん、明日にはもうちょっと美味しい、いいお味出てるか、美味しいよ、ネギと一味だね、髪軽くなった、すごい軽くなった、今日めっちゃ走りたくてさ、うん、全速力でセブンイレブンまで走った、え、いつのこと、今日の昼、なんかもうとにかく走りたくて体が、うん、ほんとこれ好き、ね、なんか注目されていいの、うん、ほんとね、あの私さ、豆まきのさ、豆まきの豆あるじゃん、あ、違う、こっち落花生だった、うん、あの米田コーヒーでもらう豆あるじゃん、うん、ああいうの大好きなんだけど、うん、あのきな粉の素って感じ、うん、これもその味がする、うーん、これ粉にしたらきな粉って感じ、美味しい、ほんと今日はおみかんもあるしね、うん、里のみかんは嬉しいね、うん、みかんとコーヒー合わないの、合わない、最高に、大豆とコーヒーは合うね、うん、というわけでした、動画撮らなきゃ、何今日から企画やりますっていう、てかもう2ヶ月やる、うん、ベトナム料理、うん、チーズ届いてたよ、今どこ？冷蔵庫。あ、冷蔵だった。うん。私みんなに持ってくる。富田ファームなのね。ファーム富田行こうとしてさ、富田ファームって入れたらさ、門別出てきてさ、あ、富田ファームって2個あるんだと。富田ファームってあるんだ。思ったら、その富田ファームだったね。へぇー。美味しいかな？いつ食べよう？明日食べようか。何食べんの？ブルーチーズ。何入ってんの？ブルーチーズ？なんか、あ、そうそう、ウニみたいな味がするブルーチーズなのって、うん、チーズ販売する仕事ついてた子がめっちゃ美味しいって言ってるから間違いない、ちゅうわけで今日食べたものをざっくり、あ、ざっくりこんな感じでした、おやすみなさい。どうだった私の乳首、え、乳首ビンビンしてた美しく呼吸、何してんの乳首ビンビンでもさ、ほんとさ、最初さ、気づいた時さ、もうデジタルタトゥーっていう言葉がもう頭によぎった、もう一度世界に出しちゃったものってネット上にね、消せないみたいな、でも一回でも考えたの、うん、私何でも割とさらけ出せる方だけど、乳首はどうだろうって、だって海外からしたらさ、うん、乳首さ割と隠さないじゃん、確かに、だからどうだろうと思ったけど、無理と思った、やっぱ完全におっぱいだったから、絶対さ、でもさ、探してないだけで乳首動画あるわ、うん、いや本当にね、ちゃんとブラトップしてからやろうと思った、絶対しないね、いや、するやだもん、近い、今に始まったことじゃないと思う、あの風紀を乱すっていうか、でも海外ではさ、うん、普通だよね、え、どんぐらい普通なんだろう、え、どれぐらい普通、ほくろぐらいじゃない、嘘でしょ、あ、腹食べたい、ハラミで、ハラミ食べたい、ハラミちゃんステージを見るとするじゃん、うん、で、あの人みたいになりたいなって思うとするじゃん、うん、だからって自分も歌を歌って、うん、
何千人何万人人集めて歌を歌うっていう方法ではないわけよ、うん、やったもん。今は何の状況も変わってなくて何にもあれしてないけど、